고기수능을잇는제가찍으시킨게얼마저희가고기수능찍으시킨게얼마내려가셔야되나가요あの今開始に送ったのは音声入ってない分です。はい、画面も綺麗ですし、はい、ちょっと感動している部分もありますね。はい、すごい。今まで会った自分がプレイしてきたゲームの運営に当たるっていうのは本当に初めての経験なんで、すごい楽しかった。いや、今回の取り組み、ね、はい、非常に感動してます。これは配信用かな。あ、そうですね、配信用の、うん、一応ここだけこう、うん、カメラを合わせて顔を抜いて。ああ、それ竹内の。あ、そうですね、うん、普通なんか配信者がじゃあここ見てみましょうかとかクリックしながら。あ、そうですね、動かしてますよね。こうなんですかね、第三者視点で上から見下ろすような映像って多分こうやってないってことですか。あります、あります。じゃあそれ多分出してます。中国人ってこうなのかとか感じました。なんかこう交渉とか一緒に仕事してて。そうですね、まず技術的な面では結構やっぱり細かい面まで見ているんだなというのは思いましたね、うん、こう全体を見るというよりはすごく細かい一部分をこうフォーカスを当てて見ているというか、うん、例えばカメラに映り込むのでテーブルをきれいにしてくださいとか、うん、一番大きいと思うのはその愛媛県の愛南っていう、まあ日本で言ったらやっぱり小さな町じゃないですか、うん、そこに対して荒野行動の、まあ、作っているネットイースという公式の方が目を向けてこう手を組んで一緒にやろうということで一つの配信を作り上げたっていうのはもう本当に非常に大きなことだと思いますね、うん、当日見ながら配信しようっていう。これは他のお二方にも同じ画面が見えていて、同じ画面が見えていて、あ、それですね、その YouTube ライブの URL をこっちで出して、はい、で、大きな画面、こう、大きな画面に、当日の生放送の映像を、小さなボリュームで流す予定です。はい、あ、そういうことです。はい。とりあえず YouTube ライブ、ちょっと、大丈夫ですか。先发了 YouTube 另外一个那个这个是金额是吧？所以发这个是金额，那么现在给打开。OK， 今开始送ったのは音声入ってない分です。はい。ね、出口あなたの目の前のパソコンは、はい、この音声が入っていない分を使ってください。はい。はい、あ、家族の人です。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。戦場はどこにでもある。
最後まで生き残るのは誰か。生き残るために共闘せよ。敵に囲まれ銃弾の嵐、そして私は仲間を信じる。我が兄弟、我が友よ。さあ皆さんこんにちは。荒野行動 NIC 撃退杯をご視聴の皆様、本日はですねいよいよ大会開始を迎えることになりました、本日の大会の実況を担当いたしますアナウンサーの柴田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして同じく実況解説務めます愛媛県松山大学からお送りしています竹内愛希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いけない、抜けなかったっす。さあ正しいダメージ当ててます。胴体一発入るか。入った。お、つめに行きましたね。狙った。もう一回。うまいですね。うまい。かわいかった。今の動きも10番さすがでしたね。かわいかった選手が1位ということになりました。今回初めて の, あの技術の仕事だったので、まあそれが中国と通話をしながら の, あの進行っていうのは結構、まあ、言語の壁とかもありまして大変ではあったんですけど、やっぱり終わった後だったりとか道中のこう面白いシーンだったりとかでお互い笑い合えるとか、そういうやっぱりゲームとしての楽しさを共有し合えるっていうのはとても嬉しい経験でしたね。その中国のリンさんとね。はい、そうです。顔が見えないんで。なるほど。はい、私持ち上げるので、これマイクフォローお願いしていいですか。はい。ドッタバタです。すいません。はい、なんとかします。はい、そして今回は撃退杯ということで、今回の商品が愛南町、愛媛県愛南町の美味しいマダイ用意していただいてるんですが、今日はですね、そのタイを実際にこちらに持ってきていただきました。今日愛南町からわざわざこのタイと一緒に来てくれました浜さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ見えます？ちょっとカメラにドーンと寄せますが、これが愛媛の愛南町のマダイ、これいつ取れたものなんでしょうか。今朝ですね。今朝。これちょうど課長の愛南のマダイが今、まさにね、はいはい、あの全国へ向けて、ネットで全国というか全世界ですよ、ね。どうですか、感じます。いや、今回の取り組み、はい。これは世界的に結構共通しているんですけど、うん、お金がかかった大会って結構規約とかもしっかりしないと、うん、もうお金目当てで本当に人が集まっちゃうので、うん、大会もギスギスしたものになりがちなんですけど、まあ、今回みたいにやっぱり商品がタイとかだったらみんなも結構楽しみながらやれるんじゃないかなというのはありますね。何が心を引いたというか関心を引いたんですかね。まず背景としてはやっぱり日本でも広めたいっていうのはあったと思うんですけど、うん、まあ、その他に、まあ、タイの映像ですかね、やっぱり、うん、あのリハーサル中とかにもこちらの愛南町のタイの映像とかが流れるんですけど、それを見てすごく技術の方がもうすごい喜ばれてました。あ、タイ食べたいみたいな、めっちゃ言ってたので、や
ぱりそこに魅力を感じたのは間違いないんじゃないかなと思います。今日結果はどうだったの？ あなたは。あ、試合ですか、うん、途中までは良かったんですけど、うん、途中負けてしまって本当ダメです。あ、じゃあタイの味があったの？、うん、どうですかタイの味は？ゲームはちょっとイマイチだったのかな？タイは最高です。タイは最高。初めて運営体験とかしたんですけど、うん、まあ、その事前の準備とかから進めて、うん、まあ、自分が何するかとかそういう役割しっかり決めたりとかして、うん、まあ、運営がちゃんとしないと回らないじゃないですか、うん、まあ、そう役割とか分担して進めるのって本当大変だなって、まあ、改めて思いました。走りながら安全地帯の縮小も起きている。どちらによるのか間もなくそれも表示されます。そして敵の姿が分かっているでしょうか。フロントカラゾン選手はギリースーツを着て、まあ、姿が見えないように相手の方に攻めていくということになります。そして安全地帯はやや東側に寄ったということになります。さあここで接敵になります。おっと取っていきました。なんと竹内アナが河合陽斗選手実力者を抜いていきました。確定キルまで入れていきました。待ち構えていました。はい、ということでこれで今日の大会も終わりを迎えます。で、今日の夜8時には KOIC の大会もありますので、ぜひこちらも見に行ってください。そして会場ね、こんな感じになっております。今日頑張ってくれました学生の皆さんもありがとうございました。はい、ということでこれからも NIC はエンターテインメント大会開催していきますので、また皆さん一緒にお会いしましょう。それでは今日はお付き合いいただきありがとうございました。